60歳以上じゃないと愛せないと宣言した28歳男が語る熟女の魅力と婚活の行方。バンジャー。はい、ミッキー岡田です。今回はね、本当にあったとんでもない婚活エピソードをお伝えします。若い男性、当時28歳の男性の婚活の話なんやけど、60歳以上の人しか愛せないと告白した男でした。僕も最初聞いた時そう思ったよ。しかもその男性なんと20代よ。見た目は可愛い感じの一部上場企業に勤めるエリートさん。もしあなたが女性でな、35歳やとするやん。18歳の男の子から告白されて、好きです結婚してくださいって言われたらどう思う？まあ変わってる子やな思うやん。芸能界でもさ、加藤茶さんが45歳も若い綺麗な奥さんと結婚した時も、ネットでは絶対に財産目当てでしょうってあれにあれにあれたよな。世間では若い綺麗な奥さんがお金持ちのおじさんと結婚したらこんなこと考えたらあかんねんけど、現金狙いちゃうかとか考えてまうやん。ほんま下品な想像で申し訳ない。それくらい年齢差のある結婚っていうのは世の中の常識から受け入れられがたいのな。本人たちがどれだけ愛し合ってたとしても世間からは常識として受け入れられがたいのよ。けどな、その時の28歳の彼はひたむきに僕にお願いしてきて、僕もね、彼の好みに最初共感したんです。確かに最近の60代って綺麗な人多いもんな。美魔女って俺から見てもめっちゃ魅力あるよねって話をすると、彼は黙って首を横に振るんです。そしてこう言うねん。美魔女には全く魅力を感じないんですって急に力入り出すの。彼曰く、女性は年を重ねた60歳がいいんだと。顔に刻まれているシワに魅力を感じるねんって、女性として深みを感じるんだと熱弁すんねん。これはね、面白いじゃない。一瞬ね、僕の理解超えてる話だから大丈夫か俺って思ってんけども、まあ一瞬ですよ一瞬。そして僕は言いましたよ。わかりました、全力でサポートします。てことで、今回は60歳以上じゃないと愛せないと宣言した28歳男が語る熟女の魅力と婚活の行方をお伝えします。じゃあ行きますよ、ゴー。上場企業に勤めるサラリーマン。僕言いましたよ、あなたなら自分の力ですぐ結婚できるんじゃない。彼は言います、今まで付き合ってきた女性で60歳以上の人しか本気で好きになれなかったんです。ほー、ここまでで十分珍しい話やん。じゃあ今まで何人の60歳以上の女性と付き合いしたことあるのって聞いた。3人、1人が2人と思ったな。3人付き合ったことあるねんて、60歳以上と。じゃあ60歳より下の人は何人ですって言ったら2人です。3人の60代の女性と付き合って今の考えになったわけやな。こうやって彼から話を聞いて分かったことは、彼は昔から年上女性というか熟女に興味があった。ほんで聞いた、初めて60歳以上の人と付き合ったのはいつって。2年前に近所の飲み屋さんで知り合った美容室のママさんと付き合ったと教えてくれて、それなんで別れたのって聞いたら、なんと恋のライバルが現れたんですよって教えてくれました。ライバルはね、70歳のダンディーなおじさまだって言うんやから、めっちゃおもろくない？その70歳ダンディーおじさんはね、美容室に来る常連さんやね。10年前に奥さんが亡くなって子供はもう独立してるから、ずーっと一人で暮らしたらしい。この70歳ダンディさ、最初は紳士的で上品な普通の美容室のお客さんやってんけど、一人になった時に孤独感をめちゃめちゃ感じるようになってんて。そういう時にな、美容室のママさんからダンディに話をしたのよ。今26歳の男性から言い寄られてるの私。ママさんが70歳ダンディにこう伝えたのは、もうすでに26歳の彼と付き合ってから半年近くしてからやねん。それを聞いた70歳ダンディおじさま、怒髪天をつく勢いでね、何、26歳から言い寄られてるだと、どういうことだ、お前は騙されてるぞって。普段は真摯なダンディが声を荒げて怒り狂ったらしいんよ。その26歳の男と会わしてくれ。そしてね、会うわけですよ3人で。当時26歳の彼はそこでこっぴどくダンディに叱られるわけ。ダンディなりに彼女を守るために必死なわけです。ってことで、ダンディの鬼気迫る迫力に恐怖を感じながらもさ、ダンディからお前どういうつもりなんだって、何が目的なんだって言われた時に、彼は言い返したんだ。本気で付き合っています、あなたに関係ないでしょ。70歳ダンディへってなった。付き合ってるってどういうことやねん、お前は付きまとってるんやろが。今度は彼がへってなって、半年前から付き合ってますと言いながら彼女を見たんだよ。そしたらその時の彼女、スッと目をつぶって瞑想したらしい。どういうもんだよね。70歳ダンディは若者を追い払おうと乗り込んできたのにさ、2人がすでに付き合ってたってことをその場で初めて知ったわけ。僕思うけど、相手のダンディおじさんは本当に命がけで来てたんやと思うねん。それで結局この時のことがきっかけで美容室のママさんとは別れることになってんて。でもね、最後は悲しく終わってんけど、美容室のママさんのことはめちゃめちゃ良かったって言うんよ。何が良かったのってね、とにかく付き合って楽なんやって、しんどくないねんて。そしてその後、彼がその次に付き合ったのが
近所のスナックの、これもまた60過ぎのママさんやねんて。そのスナックのママさんとの関係は3ヶ月ぐらいで早く終わってんで、今度は50代のスナックに通うおっさんにほんまに殺されそうになったって言ってたよ。スナックのママと付き合うことになって、しょっちゅうじゃないけどたまにお店に飲みに行ってたらしいわ。ママさん今でこそ60過ぎやけど、昔は美人だったらしくて、今でも色気はあるんや思うわ。最近彼氏ができたの。その時のおっさんの気持ちはね、まあ美人ママさんなんでね、そらモテますわ。おっさんはそうか、ついに彼氏ができたか、でどんなやつなんだってなって、ママさんが若い彼の話をすると激高したんだって。それで大事件になんね。ある日彼氏がお店に行ったら、そのおっさんが先にスナックに来て飲んでたらしい。そのうちお酒が進み出すと、当時27歳から27歳彼とママさんの会話にそのおっさんがちゃちゃ入れてくるようになんね。最初は周りの人もママさんも27歳彼も笑ってたんやけど、おっさんのチャチャはだんだんエスカレートしてくる。最後はそのおっさん直接彼に文句言い出してきた。この子のくせに逃がるんじゃねえぞーって。なんとママさんここでおっさんを叱った。その瞬間におっさん怒りなのか悲しみなのか諦めなのか、なんとも言えん鬼が角折られたような顔したらしいわ。ゴルフバッグに手をかけて中から取り出したのが、なんと黄金色に輝く金属バット。彼はまだ若いだけやって機転が利くねんな。すぐに危険察知してやばいと身構えた。バチーンって音がした。とっさに立ち上がった彼の左腕に金属バットがミシミシミシってしたらしい。彼は腕をやられて少しの間悶絶した後、表出て外でやりましょうって言ったらしい。27歳彼はそこで玄関から出た後すぐ一目散に駆け出したよ。その後ママから警察に通報されたおっさんは逮捕されたっちゅう話や。この一件があってすぐにスナックのママさんとは破局したっていうね。この若者な、真面目そうに見えるのになんでこんな修羅場くぐってんねん。最後3人目のシニア女性との恋はつい最近まで付き合ってんけど、不倫やったらしい。旦那さんにバレそうになったから別れることになったって。その女性と付き合った時もすっごい楽しかったし幸せやったって言うてた。彼の話聞いてたらな、大変な恋のバトルが繰り広げられてめちゃくちゃやねんけど、なんや僕も60過ぎの女性に興味出てくるよ。でもな、それだけも出るんやったら自分で探したらええやん。その若者自分で探せるやんって聞いたら、いつも揉めて別れるのでもう結婚する覚悟してるのでずっと一緒にいてくれる人がいいって言うの。ほんでな、本当のこと言うとスナックのママさんとか美容師のママさんとかは嫌やねんって。近所では普通の女性に出会えないって言うの。ということで僕のとこに来たんよ。彼も言うようにさ、たとえどれだけ年の差があっても付き合うのならそれほど難しくないねん。でもね、結婚となるとなかなかね、相手が本気にしてくれへんわ。年上女性からするとやっぱり10年後とか20年後考えちゃうわけ。10年後は自分が70歳で彼はまだ38歳やんか。そうなると男女の中でなくなるやんとか思ってるんやな。女性はめちゃくちゃ不安なことを考えてまうのよ。年上の彼女からしたらすっごい細かいとこまで心配になってしまうんやな。でもな、彼にはまあなんとか幸せになってほしいや。縁あって僕のとこに来てくれたんやから、僕が力になれるんやったらそれは助けてあげたい。ここで僕が考えた婚活の作戦は3つ。1の、自力で出会った人とは付き合わない。彼の場合自分で出会える能力高いんで、そこはできるだけ制限してもらった。仮にね、街で出会った人といい感じになっちゃうと結婚にならない彼女で終わることが多いから。2つ目の、シニア独身女性と定期的に会う。これは私の知り合いを中心に片っ端から会ってもらうことにしたよ。3つ目、僕が開いた合コンに参加する。これは熟女合コンを開くってことな。実は婚活をする上では自分で出会った人との恋愛は支障をきたすことが多いねん。ここはね、結構重要やねんで、どうしても気持ちが入っちゃうからな、自分で見つけた人の方に。特にモテ男性にはここ必要なことなんやな。結婚する可能性の低い出会いをしないこと。そのためには定期的に誰かと会ってもらわないと我慢のモチベーション続かへんやんか。だから2つ目で言った作戦な、僕の関係のシニア女性にどんどん会ってもらうことをメインとした。あとは3つ目の熟女合コンやねんけど、今までもたまに開催してはいたものの、今まではシニア同士の合コンやからな、そこに若者この人に入れるのがいいのか、それとも若者大丈夫なシニア女性を集めるのか、まだここは未知の世界や。やってみなければわからない。この3つの活動を頑張ってもらうことにしてん。さあここからが婚活の本番の始まりな。実は結婚相談所にも登録してもらったんやけど、先に言うとこれはほとんど効果なかってん。シニア女性相手に20代からの申し込みはふざけているとしか思われへんみたいでな、全然お見合いの OK がもらわれへんねん。
ってことで、今度は彼のことを本気で結婚相手として考えてくれそうな人と8人8人会ってもらったのよ。結論から言うわ、それもね、全滅。結局は男と女なのよ。彼から見れば年齢差があるのは問題ないのね。むしろ好みの女性やん。彼は彼できちんと女性として判断するし、彼女は彼女で彼を男としてタイプかどうかを判断する、結婚相手として判断するからね。ここは彼もただのお付き合いやった時よりも厳しく見るんよな。一般の婚活でも簡単に結婚ならへんやん。そりゃ年齢差あればあるほど余計に難しいね。彼はエリートで生活面の心配ないけども、大人の女性にとっては物足りないとこがあんねんな。ということで、私から個別で紹介した1対1の8人のお見合いも全部ダメ。どうしようか。で、1回目の熟女合コン開催しました。男性6人、女性6人で集まってもらって、合計12人でちょっと綺麗な料理屋さんで飲み会。その日は僕も同席してね、司会進行役しましたよ。最初は女性も驚いたけども、最初だけはそんなの。あとは普通に進みます。男性も最初は彼に好意的で、どちらかといえば可愛がってる感じやったけど、途中からはライバル視よ。結局ね、その年齢差のある戦いは彼が勝利したんです。その第1回の熟女合コンで知り合った女性とその彼はお付き合いを始めたの。相手の女性は58歳のバツイチ子供なしの女性。その後はね、両親の説得にちょっと時間かかった程度で、別段何の問題も起きず結婚しました。ゴールインしたんですよ。この2人ね、結婚した後今でも神戸で仲良く一緒に暮らしてます。愛があれば年の差なんか関係ないんすよ。はい、随分と長いエピソードトークとなってしまいました。今回は60歳以上じゃないと愛せないと宣言した28歳男が語る熟女の魅力と婚活の行方を話しました。今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。皆さんからの感想のコメントなどもお待ちしています。これからも一生懸命動画作っていきますので、よろしくお願いします。じゃあ。